のど自慢ザワールドは日本テレビ系列で2011年から不定期に放送されているカラオケ番組。日本の歌をこよなく愛する外国人が世界中から来日して歌唱力を競い、日本の歌がうまい外国人ナンバーワンを決定する。日本の歌を得意として YouTube で再生回数が多く話題となった外国人や各国で歌手や 聖火隊としてコンクール受賞歴を持つ外国人などが参加している。参加者は日本の歌への思いを語った後、日本の歌謡曲や J-POP の中から好きな曲、得意な曲を日本語で熱唱する。第3回からはスタジオ出演の他に来日せずに現地で歌を披露する外国人もいる。会が進むにつれて全体的にレベルが高くなっており、 前述のエキシビジョン参加で高評価だった後に本選出場を果たしたり、事前に地域ごとの予選会を行うようになっている場合もある。予選は審査員が100点満点で、それぞれ採点し、各グループの中から合計点がトップのものが決勝に進出する。敗退者の中から最も得点が高かったものにはイルドカードとして、 決勝進出の権利が与えられる回もある。決勝では予選とは異なる曲を歌唱し、予選同様に審査員が100点満点で、それぞれ採点して合計点がトップのものが優勝となる。第11回ではブロックトーナメント形式を廃止、予選上位6人が決勝に進出する形式で行われた。第12回からは決勝戦の採点に、 観客審査員が加わった。第3回に司会が中井になってからは、中井の独断によって決まる、ソング・フォー・ジャパン特別賞が新たに設けられた。優勝者以外から選出されるが、準優勝者を選出することもあれば、予選で大差で敗れたもののキャラクター的に気に入った人を選ぶこともある。クリス・ハート、ニコラス・エドワーズ、ダイアナ・ガーネットの3人は、 番組出演後にそれぞれメジャーデビューを果たし、クリスは当番組出身歌手では初めて NHK 紅白歌合戦に出場した。第11回までは日本テレビでのスタジオ収録だったが、第12回からはマイハマアンフィシアターで収録が行われている。第20回は初めて生放送された。第1回のみ関東ローカルで放送されたが、下記のつぼねでもオクレネットで放送された。 第18回は、歴代チャンピオンを1名以上含んだ12組による、グランドチャンピオン大会として開催された。12組は、チャンピオンが個人で、出場、2人のチャンピオン同士がユニットを組んで出場、チャンピオン1名に加え、チャンピオンと同じ国籍の別の歌手、合唱団を加えたメンバーのいずれかとなっている。今回は、予選、決勝とは分けずに、 12組すべてが2曲ずつを披露し、2曲の合計点により、グランドチャンピオンを決定する方式となっている。講述する第10回で、ソングフォージャパン特別賞を受賞したバルリット・オレ・ケレクは、第3回のエキシビジョン参加を経て、本戦出場となった。第16回大会前に、アジア地区での予選会を開催している。予選ブロックで同点になった場合は、 ゲストが色分けした札を挙げて、得票数が多かったものが決勝進出となる。第10回では、ワイルドカード対象者が同点で2名いたため、こちらもゲストによる決戦投票が行われ、得票数が多かったものが、ワイルドカードでの決勝進出となった。18時30分19時を第1部、19時20時54分を第2部として放送した。 18時45分から19時を第1部、19時21時を第2部として放送した。1億人の大質問笑ってこらえて。内の海外支局企画にて選出された。3人組の民族楽団であり、団体単位では、初の優勝者となった。チャンピオンは、第15回チャンピオンのマイケルのみ。ベルナードは、第7回予選 D ブロック敗退。クリシャは、 第17回アジア予選通過予選 C ブロック敗退。ありがとうございます。